はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルビジです。では、今回は、提督の決断4、パープキット続きをプレイしていきたいというふうに思います。前回ですね、イギリス軍、降伏に追い込むことができて、多くの海域を手に入れたんですが、輸送船がまずちょっと間に合っていないので、輸送船をいくつか作っておきたいな、というところと、あとですね、来たるべきアメリカ軍との決戦に備えて、一隻空母を新しく設計しました。ちょっとその設計中の空母、見てもらいたいなと思うんですが、この空母を使ってね、決戦に勝利したいというところで、7プラザ型。この7プラザって何っていうのは、Google で検索するなり、僕のツイッター見るなりして、ちょっとね、確認していただければと思うんですが、まずですね、特筆すべき点が、艦載機。これがね、150機搭載可能です。ただし、20キロノットとかなり低速。その分、装甲はかなり分厚くしてあって、対空機銃、これ180も、持っているという、かなり大型の空母になっています。建造資金が5400。必要の建造鉄鋼が1万超えという化け物みたいな空母になるんですが、これをね、ちょっと作っていこうかなというふうに思っています。で、あとはですね、しばらくは、今、航空機設計中の、このバカラの重爆撃機、これが完成するのをちょっと待ちたいと思います。最高速度300でちょっと遅いんですが、その分装甲を厚くして、500キロロケット弾を搭載。航続距離は5000キロというこのバカラの重爆撃機。このね、バカラとね、7プラザがね、というか7プラザの上にバカラが乗るっていう奇跡のような、現実にはありえないような、その界隈の人からすると夢のような、構成になるんじゃないかなと、今勝手に興奮してるんですけども。このね、バカラの重爆撃機、あと6週間で完了するので、これを一旦待ってからアメリカに仕掛けていこうかなというふうに思っています。なので、まずそこまでね、ザザッと進めていきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。はい。で、ここでバカラの重爆撃機がようやく、開発が終わりましたので、すぐに量産体制に入りたいと思います。その前にいつもの、兵器開発はじめ、内製をやっておきましょう。こっから先はですね、もう本当に、ガチンコの殴り合いになりますので、アメリカ軍との。まずは、オーストラリア沿岸にいるこの艦隊、第4艦隊ですね。これを一旦、珊瑚海まで進めます。で、この後の作戦なんですけども、まずですね、南シナ海にいる艦隊、これ2個艦隊なんですけど、この南シナの艦隊、ちょっと待ってね、1個艦隊になってる。ちょっと考えましょう。喜望峰には、2個艦隊入ってるでしょ？あとはカナリア沖に3個艦隊。これ潜水艦隊2に空母艦隊が1です。で、アイルランドには、空母が1、潜水艦が1です。となると、マラッカにも艦隊いないし、第11艦隊が11艦隊。これが、日本軍の艦隊だもんね。セレベスにいる第12艦隊。これだな。これを、一旦南シナに、いや、レイテに南シナとセレベスから攻め込めばいいですね。なので、艦隊の配置は、これでよしとして、では、いよいよ、待ちに待った、バカラの重爆撃機。これを大量生産。うわ、600機生産できる。
激アツだな。まあ、一応400機生産しておいて、バカラの護衛機を、いや、護衛機4000キロしか飛べないのか。となると、バカラの重爆撃機をさらに100機作ろう。これ550機搭載したね。これをじゃあ最前線。南シナ海にいる艦隊。これに配備します。いやー、これほんと胸熱だな。バカラの爆撃機を、バカラの重爆機に全部、オールチェンジ。もう、重爆撃機がね、位置が知れてるんで。足が遅いっていうね、やっぱり一番の欠点はあるんですけど、冒頭お話したように、そもそも、かなりの重装甲にしてあるので、戦果がね、それなりに期待できるんじゃないかな、というふうには思ってます。では、セレベスにいる2個艦隊、これにも配備していきましょう。夜間、昼夜問わずって言った方がいいのかな。敵にね、攻撃が加えられるっていうのは、むちゃくちゃ大きいので、ここまで夜になると指を加えて、朝になるのを待っていた。それが完全に解消されますね。じゃあせっかくなんで他の艦隊にも、ちょっとね、このまま手間にはなるんですが、配備していっちゃいましょう。配備できる分だけしていきます。はい。ではですね、ここで、アメリカ軍に対していよいよ攻撃を仕掛けていきましょうというところで、まず南シナ海からですね、艦隊、3個艦隊投入できます。これ投入していきましょう。そうか、日本軍も戦ってくれるってなると、すごくありがたいけど、まだ日本軍正式参戦前だね。これ、日本軍の参戦なしのまま、ケリがつけられそうな、そんな感じもするな。で、並行して、珊瑚海からも艦隊を出していきましょう。南太平洋へと艦隊を進めます。これもね、無難に勝利できるんじゃないかなと思うんですが、それぞれ艦隊決戦始めていきましょう。日本もまたアメリカに対し、ここで宣戦布告ですね。さあ、レイテ侵入。こっから本当にもうアメリカ軍とのガチンコの殴り合いになるんで、しっかり、戦っていきましょう。とりあえず夜間に入ってみよう。どうなるのか。夜間でも航空隊はご覧の通り発艦していく。いやー、マジでありがたいわ。敵の艦隊出現してますね。さすがアメリカ軍の艦隊よ。空母がいきなりやられてるな。アメリカ軍の艦隊さすがだな。空母が2隻とも大破させられてる。逃げ切ってくれりゃいいんだけどね。が、空母が沈められてる。まあ、ただ、夜間爆撃機を多数搭載してる方の艦隊は生きてるので、まあまあまあって感じかな。撤退しよう、とりあえず。アメリカ軍の夜間の爆撃機持ってるね。レイテを攻略するのはちょっと難しいのかな。うわー、三空母ともにやられてる。撤退だ。急いで撤退しよう。
まさかの展開だったな。空母を3隻喪失する羽目になるとは思わなかった。撤退するにももう機関が死んでるんで動けないですね。敵の方もただ魚雷が尽きてるのか何もしてこないな、この駆逐艦、軽巡。重巡洋艦だな。なんで撃ってこないんでしょうね。まあ、ただ、空母が一隻助かりましたね、これで。いや、アメリカ軍もやっぱり、夜間の爆撃機、すでに開発してたか。持ってくれよ。雨が降ってて、OK。まあ、OK じゃないんだけどね。空母、正規空母2隻喪失か、第12艦隊が、ちょっと機能しなくなったかな。まあ、アメリカ軍の艦隊にもダメージは出しましたけどね。南太平洋の方はどうなってる？ちょっと心配になってきたな、完全に。敵の艦隊がいるな。先にどっちが敵の艦隊、あるいは敵の基地を見つけるか。まあ、基地は間違いなくここにあるでしょう。基地が置ける場所は限られているので。さあ、南太平洋は敵の艦隊はおらず、敵の基地攻略してます。まあ、ただ、南シナの方がちょっとだいぶやられた感ありましたね。レイテが取れなかったというのが一番の痛手なんですが、まあ、デコイは開発するとして、技術開発も入れましょう。南シナ海には、まあ、艦隊を修復するとして、セレベスにいる艦隊、これもう、瀕死の状態なんで、これを一度南シナに入れて、南シナで艦隊を合流させるしかないですね。各艦隊、分散してしまってるんで、ちょっとなかなかしんどいよな。日本軍に頑張ってもらいたいところなんですが、まあ、頑張ってくれるのかっていうクエスチョンですよね。敵の艦隊と接してるところ、敵の海域と接しているところは絶対に守らなきゃいけないんですが、それがなかなかしんどくなってきてるのが現状の艦隊構成なんですよね。なので、新たに空母艦隊を創設したいですね。2個艦隊ほど。で、それに、新型の航空機を乗せていくっていうのが、まあ、戦いのセオリーになるかなと思いますが、それまでの間にアルミをちょっと貯められるだけ貯めたいな。どうする？レイテを取りたい。そのためにどうしても。レイテを取りたいが、レイテが硬い。もう一度艦隊の配置確認します。第1艦隊は南シナでドック入り。第2艦隊は南太平洋。これちょっと動かせないと思います。第3艦隊はマダガスカルか。
この第三艦隊を一旦南太平洋に戻そう。ちょっと無駄な動きになってますが、しょうがない。第四艦隊、第五艦隊と見ていって、第五艦隊は喜望峰。これもちょっと動かせないですからね。で、第10艦隊がカナリア。これも動かせないです。第11艦隊、アイルランド沖。これも動かせない。で、第12艦隊は、もうこの後ね、艦隊としての維持が難しいので、すぐにでも吸収合併されるというところですね。ちなみに今、艦隊として新規編成可能なものとして大型艦は一隻もない。防空巡洋艦ばっかりだね。かといって、7プラザ型の空母が出来上がるのをちょっと待ちたいので、ここまで来たら、7プラザ型の空母、これが出来上がるのがいつかちょっと確認する？ただ、開発が終わった後、建造にまた時間かかりますからね。あと一周で7プラザ型が建造できるようになる。だったら粘る方がいいな。ただし、レイテ沖を攻略してもらいたいので、レイテ沖に艦隊を誰かが進めてほしい。日本軍。第13艦隊。洋上要塞型空母。懐かしいな。で、防空巡洋艦。きっちりと受け継いでるね。この防空巡洋艦とか、この洋上要塞空母とか、むちゃくちゃしっかり日本軍、この、ドイツの優秀な設計を受け継いだ艦隊を、いや、艦艇を作ってますね。さあ、7プラザ型、出来上がりましたね。早速、7プラザ型の建造に取り掛かりましょう。7プラザ型の建造は、そうだな。全部で8隻ほど作りましょうか。レイテがとにかく硬いよね。さっき見た感じ。エンタープライズ。正規空母エンタープライズも入ってたし、何よりアメリカ軍がすでに夜間の航空可能な、飛行機を持ってたというのがもうすでに驚きなんですけど、7プラザ型の正規空母。これを、まあ、1番艦は7プラザにしよう。16周とかマジか。16周はきついなぁ。ここからはちょっとね、適当に、8隻ほど作ります。これで3隻目ですね。まあ、金と鉄は余る、腐るほどあるんで。まあ、その頃には戦争も終結してる可能性は、大いにありますけどね。7プラザ型っていうのがまだいいよなぁ。胸熱ですよね、本当に。で、これに随伴する、軽巡ですね。これを、ちょっと数を用意しておきます。全天候型の航空機が、そうなるとやっぱり欲しいですよね。では、アメリカとの開戦しました。次回またこの続きやっていきたいというふうに思います。アメリカ軍とのね、戦いで、まずは、レイテ、これを攻略した後、アメリカの本土決戦へと持ち込んでいきたいというふうに思います。まあ、ハワイを取って、その後、東海岸、西海岸と両側から攻めていくっていうのがね、いいかなというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他諸々情報を発信しておりますので、
興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。